できるかな。待って、どこ行った。無理だ。あーどうも、ひびき的なポップです。ちょっとこれ変なオープニングから始めてしまったんですけども、今日はね、何をやっていくかというと、まあちょっとダラダラね、雑談でもしながら最近あったこととか最近思うことについてね、話していきたいかなって思います。それでは今日も元気にいってみよう。はい、ということで、じゃあ早速ね、今からね、ちょっと撮影をね、別の撮影をしようと思って、まあ化粧でもしようかなと思って、まあなんか雑談メイク的な、よくある雑談メイク的なやつをね、今撮ってるんですけども、別に私は美容系 YouTuber でもないので、メイクについてのことには何も触れずに、ただ単に私のいつも通りのメイクをしていくだけっていう感じですね。ちょっと前髪がなんか気持ち悪いですね。はい、っていう感じで、はい、ラムネが全然出てこないんですけどもえ、マジで挟まってた。はい、ということでやっていきたいと思います。じゃあね、まず何だろう、何を話そうかなって思ったんだけど、さっきなんかお風呂にね入ってたんですよ。入っていうかお風呂上がりなんですけども、なお風呂の中でさ、何話そうかなって考えてたわけですよ、私は。で、今日ね、ちょうど動画女子さんっていうチャンネルがあるんですけども、そちらの方で私の自己紹介動画がねアップロードされましたので、皆さんぜひね見てほしいです。このチャンネルでね、一度も私自己紹介っていうのをしてこなくて、てかまだする予定はないし、今後もするつもりもあんまりちょっと考えてないんですけど、まあね、どっかでなんかタイミングがあればしたいかなって思ってるんですけど、今のところ特にそういうのは考えてなくて、で、まあ今回初めて動画女子さんでね、そういうお話をいただいたので、自己紹介だったりチャンネルの紹介をそちらでさせていただきました。なんか改めてね、自分の紹介するのもすごいちょっと恥ずかしかったですけど、まあ一応コラボということで、丁寧に、いつもよりすごく丁寧に時間をかけて編集しましたうん、非常に見やすい動画に仕上がったかなと思いますので、ぜひね、リンク下に貼っておくので、よかったらぜひチェックしてみてください。だいぶ暖かくなってきたっていうのにかかわらず、私はまだこたつにねいるわけですよ。で、私のねホームページにもプロフィールに書いてるんですけど、本当に私は冬が苦手で、北海道出身なのに寒いのがね本当に無理なんですね。うん、だからもう夏でいい、ずっとって感じ夏でいいんだよ、本当にずっと夏でいいんです。私はだってさ、夏っていいことしかなくないですか。なんか私多分夏頃にもこんな話した気がするんだけど、夏の魅力その1、まず日が長い、うん、そう、だからこう外でさ遊べる時間が長い。別に小学生じゃないから、なんか暗くなったら帰らなきゃっていうのはないんだけどさ、やっぱりなんかさ、早くね暗くなっちゃうと、あーもう夜だっていう気分になっちゃうからさ。あとはね、なんだろう、外でご飯食べたりするの楽しいうん、まあでも冬にさ、こう外であったかいもの食べるっていうのもいいかなって思うんだけど、でもほらバーベキューとかさ、いろいろするじゃない、夏も結構そういうのが好きなんですよね、私は。あとやっぱりアイスが美味しいですよね、夏は。うん、まあ、こたつに入って食べるアイスも美味しいとか言いますけど、まあ、基本的に私あんまりアイス食べないんですけどあんまりアイス食べない人間なんですけども、まあそんな感じでね、全然春がやってこなくて、基本的に春が全然やってきてない感じなんで、私にはもうちょっと暖かくなってほしいなっていう素直な気持ちですね。はい、まあ、花粉今年なんかすごいっていう話をちょっと聞いたんですけど、私花粉症ではないと思ってはいるんですけども、
でも多分あまりにもちょっと今年飛びすぎてて、なんかねくしゃみがねすごい出るんですよ。あと目がねかゆい、すごい。これって花粉症なんですかね。私花粉症の経験が ないのでわかんないんですけど、でもおそらくなんか花粉症ってか花粉が招いてるくしゃみなんじゃないかなってもう思ってる感じです。でも本当にさ花粉症の人って大変そうだなって思いますね。なんか薬飲んだり、マスクは私も普段からしてるけど、なんか本当辛いですよね。お外にせっかくね暖かくなってきてお花見シーズンとかなのに外に出るのは辛いっていう、家にいても辛いんですよねきっと。そんなこんなでねどんどんメイクを進めていきますよ。なんかさ、動画撮りながらやってたら何やってんだかよくわかよくわかんなくなっちゃった。ちょっとアイラインいきたいと思います。いやー、何の話しようとしてんだか忘れちゃったな。いや、超今真剣だよ、本当に。こんな感じ？うん。そう、最近ね、私ベースを練習してるんですよ。まあ、私バンドでは キーボードを弾いてるんですけども、最近ベースにね、ちょっと挑戦してて。もともとすごいベースをやってみたくて、ちょっとやってた時期もあったんですけど、本格的にねやっと練習をし始めまして、やっとねちょっとスラップができるようになったんです最近大きな進歩じゃないですか、すごい。絶対にできないものだと思ってたね自分では。あんなものとか言ってね、でもさできるんだなと思って。私でもまあそんな上手くないですけど、一応なんか音がね、鳴るようになってきたんで嬉しい、嬉しいです。はい、もうね完成ですよ大体。まあ今日はそんなに大した撮影するわけでもないので、まあそれなりにっていう感じですね。あ、そうだ、響きテクノポップのね新作グッズを作りました。ちょっとまだね何かは言えないんですけどっていうか、別に言ってもいいんですけどなんとなくまだ秘密にしておきたいんで言わないですけど、まだちょっと手元に届いてないんでね何とも言えないんですけど、まあ今一応ステッカーがねあって、まあここにあるやこのちょっとハードディスクに貼ってるんですけど、まあこれが第1弾で、今回第2弾ということでね、もうちょっとで届くのかな。うん、今ちょうど発注をしているところなので、今きっとね工場でね作られてることでしょう。で今4月に日本ねライブが決まってるので、そこにでねお会いできた方にはねプレゼントしようかなと思って、今一応75個だったかな作ったので、まあ、とりあえず75個頑張ってね私は渡してね行きたいなと思っていきますって、まあ思ってるんで、はい、お楽しみにということで、私もねまだ実物が届いてないから何とも言えないんですけど、まあ、ちょっとね楽しみに待ちたいと思います。ということでほぼほぼもうメイクが完了しました。なんか喋りながらやってたんで何をやってたのかもよく分からず、まあこんな感じでいいでしょうということで、今日はここで終わりにしたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。以上、響きテクノポップでした。バイバーイ。